からどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っている奴だ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って。それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。うん、これからの私たちに期待していて。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね、みんなと学び合って助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。私の意志に従う。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからねえけどよ。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うつえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる？すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だって。
そんなの今度でいいだろう。ありがとう。こんにちは。やった。兵士の責任を果たす。私はエレンを守る。やってるな。お前かよ。おかげさまで。今の動きやりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。確かにそうなんですけど、なんていうか、時間がかかっても確実に獲物を追い詰める狩人に近い動きなんですよ。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。え、やってみましょうよ。私、決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。こんにちは。やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初っから決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。
俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったか。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。何を作りたいんだ。また来てくれよな。いいし長さ。また来てね。何人生き残れるか。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、
上官の食糧庫からお肉取ってきました。はあ、さすが話がわかりますね。私の分は多めに頼みますよ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。いや、この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。討伐する。大丈夫か、こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。お、俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。
これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁界正面超大型巨人。マジかよ、これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。奴の様子を見て一気に背後に回るんだ。いや、あ、いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。おっと、セーフ。 なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。取った。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。すげえな。
た来てくれよな。何を作りたい？また来てくれよな。人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おい、お前もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ。私はなんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。おっ、いや、俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。ユミルさん、よろしく頼む。見えたか？えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。オーバーツー。オニク、任せたぞ。よし。ふっ。行くぞ。はっ。お。やるじゃねえか。ああ、
そこのバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。うちは私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。完了しました。いや、おその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。近づいてきてる。よし、やるぞ。私だってやってやるんだから。よし、よし。この辺りにはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐数トップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。倒しました。チクショー、もうダメだ。誰か助けてくれ。すまない、俺も戦う。手伝わせてくれ。討伐する。お前らか。巨人が邪魔で補給に行けねえんだ。討伐を手伝ってくれ。死にたくねえよ。バカだ。動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。
俺はもう死ぬのか。誰か救援を頼む。おっと、助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。おっ、仕留めるぞ。倒してやる。無理すんなよ。その巨人、他のやつよりヤバそうだ。ポニー君、よろしく頼む。分かったぜ。分かったぞ。分かった。なかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。え、なんだ。エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃないか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。どうした？何しやがる！待ってくれ！よくも倒らすな！やめて！はっきりやめてください！Yeah.
死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから俺は外の世界へ。役に立たず最善を尽くそう。